はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。おしたり様、たかし様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と政治、河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。ありがとうございました。デスクトップパソコン出荷台数が1割切ったことに受け、アンケート調査っていうか、まあ、皆さんコメント募集したらですね、かなりのですね、数のコメントいただいたんで、一部をご紹介いたします。デスクです、ノートですっていう、まあ一言をコメントはちょっとすいません、省かしていただきました。デスクトップパソコン1割切った、9割出荷されるパソコンの9割以上がノートになってしまった、デスクトップはこのまま滅びてしまうのかみたいな。デスクトップ派、私は昔からデスクトップ派です。需要がなくなるとは思いませんが、サービス悪くならないか心配です。やっぱり小さく輸出するために無理しているから、同じ金出すのはデスクトップの方が高性能。拡張性もあるし、画面もキーボードも大きく使いやすいし、スマホもそうですが、小さいのをちまちま操作しているとイライラします。私もです。目が悪いんで、老眼で見えない。あとはちっちゃい、その入力ボタン別のとこ押してしまうというですね。私も立派な高齢者。我が家は年金暮らしの無職ですが、なぜかデスクトップ2台、 iPad 3台、ノート1台いっぱい持ってる。そのうちフル稼働はデスクトップ1台、 iPad 2台で、残りは予備です。デスクトップなくなるとモニターが壊れたら普通の人はどうするんだろう。貧乏人に優しいデスクトップは最高なのに。使用 PC は性能面からデスクトップ、画面も大きいしね。もちろんノート PC も何台かありますが、外出時と非常用。年寄りなんでノーパスオンリーは文字が見えづらいです。Windows のデスクトップ PC ですね。そちらの方が拡張しやすい。日月曜日は D アニばかり。だからパソコン、デスク、トゥーリアトゥーリアってよくわかんないですけど、私は毎日 D アニメですよ。1本か2本は見るやつありますんでね。どうなんだ ?50 超えてるのに、毎晩アニメ見てるおっさんってどうなんだって話もある。今ノーパスを使ってますけど、少しずつバージョンアップしたり、壊れたことを変えることができるデスクトップが好きなんだけど、だんだんそんな時代じゃなくなってきたのかな。もちろんデスクトップです。作業できないですし、モニターは大画面3枚構成、ベッド、液晶、タブレットもついてます。サブ機を含めると部屋に7台常に稼働中。 PC がなくなるなんて考えられないな。7台、なんかそういうお仕事なんですかね、映像の編集とか。私はデスクトップは、ノートも何台も持ったことありますが、拡張性とかあと貧乏なんで、古い PC をパワーアップさせながら長く使うようになってます。各部を必要に合わせてパワーアップしやすいデスクトップ一択です。自分はデスクトップだけど、タブレットのステップで十分な人が大半だと思う。大きい画面欲しいならノート PC からHDMI なりの出力で対応できるから減ったんじゃないかな。私も新しく買った Windows のパソコン、ノーパソなんですけど、大きい画面につないで、D アニメを見ております。自分のパソコンはデスクトップ家で仕事してるのに、デュアルモーターじゃないと効率悪い。デスクトップとノートあるけど、デスクトップの方ばっかり使ってます。年齢80歳のため、キーボが使いやすい。すごいですね。80歳でパソコンバリバリと。個人事業主ですが、業務上図面データがあるので、デスクトップパソコンが使いやすいです。建築関係の方でしょうか。デスクトップは必要だが、あとタブレット、スマホは画面小さすぎる。私もそう思う。ノート PC だと本体モニターキーボード一つでも壊れたらお釈迦になるので、デスクトップ一択、外出時はタブレットとキーボードで間に合ってる。まあモニター壊れたらモニター交換、キーボード壊れたらキーボード交換。今安いっすもんね。30型のモニターでも3万とか4万で買えちゃいますもんね。デスクトップです。夏のボーナスで大幅アップデート計画中。デスクトップ、容量が大きい。老人なんで画面が大きい方が字が読みやすい。ノートはほとんど使わない。私は単純に大きな画面が好きだから、メインはずっとデルのデスクトップ。デスクトップ一択、複数画面で金融派生商品取引や画像 AI 生成やるには必須。ノートじゃ無理と。結構やっぱりハードなお仕事だとデスクトップみたいだな。ノートの方、私はノートパソコンです。買ってから13年使ってます。すごいな。13年使うとですね、だいたいですね、ブラウザの更新できませんみたいな
出てきてですね、で、あの古いブラウザで、このホームページはそのブラウザでは見れませんなんて表示出てくるもんですけど、ノートパソコン使ってます、部屋が狭いのでノートが消費量がノートの方が圧倒的に少ないのでデスクはやめました。目が悪いんで17インチノート使ってます。デスクより場所取らず持ち出して内蔵電池で数時間使えるし電気代も低いのが利点、ただし購入後にメモリーや SSD 造成しがたいししにくいし、初めから造成したら相対的に割高ノートです。持ち運べるので、まあ、これのメリットはありますね。例えば会社の営業さんなんかは、ノートで出先でね、あの在庫状況を調べたりしなくちゃいけないですもんね。私は10年ぐらい 前ではデスクでしたが、 USB3.0 が普及してからノートパソコンの拡張性が飛躍的に向上しましたので、ノートパソコンに切り替えました。そうなんだ、そうなんだ、 USB3.0 で拡張性が飛躍的に向上なんだ、知らなかった。仕事でノート PC、 確定申告も税理士のところ行って打ち合わせするのでノートだけになってしまいました。弊社では電源喪失による SSD 破損防止のためデスクトップ PC は無電源装置も設置しないとならないんで、なるべくノート PC を購入するようにしております。なるほど、ノートです。それも10年もののダイナブック。一時期半導体不足の頃は顕著だったが、デスクトップはレンタル入手に、レンタルの入手に時間がかかるようで、今でも事務用 PC はノート PC の支給の方が多いよ、うちでは。そっか、会社がとかからレンタルして、あれしてんすかね、車でもそうなんですよね。車でね、リースっていうの、買えるんだけどリースする。その方が毎年毎年経費で落とせる。買うとですね、6年かけて、落とさないといけない、めんどくさいのがあるので、パソコンもそうなんでしょうか、リース。大容量メモリや、GPU、CPU じゃないかな、これ。が必要となる特別なハイエンド PC ではデスクトップ PC を選択するみたいやが、会社も個人用もノートです。モニターにつないで大きい画面で見てます。会社は2モニターです。安いノートですね。正直タブレットでもいいかなって思う。両方、公務員は1人1台はノートパソコン。かのメインパソコンはデスクトップが主流。主流ですよって書いてますけど、これ主流ですよの間違いだと思います。デスクトップもノートも iPad も全部あります。ちなみに YouTube は13インチのノートブック。その他はデスクトップ。個人はデスクトップ。会社は金持ってるからノート。オイラ PC はデスクトップは Mac mini。ノートは Win。一緒ですね。私と一緒ですね。M2 の Mac mini が出るのを待ってます。なるほど。私、税金申告と政治団体の収支報告でですね、Win も使えなくちゃなーつって、Windows のノートパソコン、買ったんですけど、なかなか切り替えが進まず、未だに10年前の Mac mini で動画の編集やったりやってんですけど、仕事したりしてんですけど、さすがに遅いなっていう、ノート、Windows のノート、使った後は遅いなって自覚するような気がしました。自作。パソコンは部品を組み立てて使うのは安くて性能いいですよ。私も仕事からタブレットやデスクトップを使いますが、デスクトップに関しては自作です。メーカー製よりはるかに安くて高性能で組めますから。できる人はいいかもしれないですね、それね。自作フルタワー PC、CPU、よくわかんねえ。メモリ128、34インチ、4K モニター3台。すごいな。老人なので小さい画面は困ります。こんだけ作れたら老人じゃないんじゃないの。パソコンは30年前から自作です。すごい。ノート使えないのは HDD の容量。ゲームも動画編集もやらない。現在のパソコンは C ドラは SSD、DA ドラはHDD で容量 10TB。 45年前に一眼レフで撮ったフィルムもスキャナーもデジタル化、アニメも映画も H なビデオもH なビデオですか。うちの PC は自作のタワー、10年以上前、自作デスクトップ、 4K モニター以上で GA とかメモリーを積むと必ず自作と、デスクトップ自作、モニター27インチ、小さい画面嫌いと、なるほど。皆さん、いろんな使用法、まあ、ご自分に合った、パソコン、お持ちになればいいんじゃないでしょうか。意外と古いパソコン大事に使ってらっしゃる方がいて、私も10年ぐらい前の Mac 使ってる立場としては嬉しく思います。早く Windows に乗り換えなくちゃどうもなれないんだよなっていう、最初 Windows 買った時はですね、どこで電源を落とすか
わかんなかった約10人の翼の通り逮捕された根本元候補の家で集団生活してた、気持ち悪い根本メンバ ー, あー練馬の一軒家だそうで、よっぽど広がったんですかね、それとも狭いところに雑魚寝してたのかな、気持ち悪いな、世論です。カルトみたいだと思ったらカルトだった。それって何サティアン、破防法適用で全員逮捕でいい、どこの連合責任だよ、連合責任はですね、逃げ回って山岳ベースでしたっけ、あれは違うとこでしたっけ、カルト宗教は気持ち悪い、山岸みたいなオウムの残党っぽい、前進者かよ。前進者って中核派の拠点です。カルト潰すみたいなこと言ってて、自分らがまさにカルト教団っぽかった。逮捕されて3日経ちましたけれども、スマホもパソコンもない枕もない部屋、畳の部屋に、一人ぼっちで3日放置されて、そろそろ旬ってなったでしょうかね、3人はね。ないんだよ、何にも。多分あいつら、独房ですから、ああいうね、他人に影響を与えるようなやつはね、悪影響。翼のと思った以上にキモい集団でしたね、これね。幹部全員逮捕されちゃって、その人ら今はチリチリですかね。10人の人ら、仕事何やってたの？この人ら。仕事。生活費どうやってたの？全員が練馬近辺にお勤めの人とも思えないんですけどね。10人が生活するって、お金も大変そうですけど、それどうやって工面してたんですかね。昔のヤクザ事務所にですね、いつでもおにぎりや味噌汁が常備してあって、食い詰め物が食うことだけには困らないようにしてあったっていうのを思い出しますね。思った以上に、キモかったですね、翼さんと。10人。そんな広い一人一部屋ってわけじゃないよね、これね。どうやって生活してたの、タコ部屋っていうんですかね。税金保険税の小遺体の犯罪で永住資格取り消し法案が可決成立。パヨ界隈、未だに不満たらたら、文句たらたらで、東京新聞がですね、台湾人の芥川作家、李琴美にこんなことを言わしてました。台湾人つってもですね、中国の工作員が日本以上にいるんだって。浸透してるんだって。だから台湾人って言ったって油断できないですよ。中国共産党のスパイが日本以上にいっぱいいる。まあ言葉も同じですしね。浸透しやすいんでしょうね。外国人だけをターゲット。不平等で差別。何言ってんだって。日本人は生まれながらの永住資格っていうか、永住する権利があるんだよ。だってそれ取られたらさ、日本人は行く場所ないんだから。帰るべき祖国がないんだからさ、帰るべき祖国がある外国人は、とは区別して叱るべきでしょ。何言ってんだこいつ。外国人だけをターゲット。永住者の未納率が高いという根拠はない。高いです。12.8% っていう数字出てました。これ日本人のですね、5、6倍だそうであります。外国人へのヘイトスピーチが加速する、成立すれば日本の魅力は大きく削がれる。優秀な外国人が日本を選ばなくなる。別に結構ですけど、外国人へのヘイトスピーチが加速するって、ヘイトされるようなことをしなければいいんじゃないですかね。世論です。ヘイトがというへりくつ。日本を魅力的だなんて微塵も思ってないくせに、犯罪者を締め出すのはヘイトとは関係がないですよね。こいつの税務調査した方がいい。日本人と外国人の未納率を比較してどうすんねん、頭おかしい。日本人と外国人が同等なら国家の意味をなさない。永住してても外国人は外国人、日本とは関係がない部外者。かわいそうならお前が税金払ってやるよ。こういうアホも憎まれる一因だぞと。東京新聞必死ですね。よっぽど嫌なんですね、永住資格取り消しが。記者に何人も取り消されそうなやつがいるんでしょうね。あるいはほぼ全員とかね。東京新聞の記者社員、取り消されそうなやつがいっぱいいる。税金や保険料を滞納せず禁錮刑になるような犯罪しなければいい話で、ヘイトスピーチの差別は全く関係ないですよね。税金滞納したり犯罪したりする外国人に魅力的な国って思われては困るっつーの。不良外国人を送り返すことはどこの国でもやってることだしね。永住資格は権利じゃなくて永住許可、許してやってるってことを忘れんなって話。芥川作家っつっても全く大したことないっすね。芥川作家の選考、パヨ界隈で仲間内で適当にやってるってバレちゃいましたもんね。直木賞も、適当、自分の都合いいやつに賞をあげる、選考委員がダメで、
バカでいい作品じゃなくて、こういう連中が勝手なことを言いたい放題なこともですね、ヘイトを貯める原因ですね、そのことをいい加減理解しろって、ヘイトスピーチいくら封殺してもですね、させないようにしてもですね、憎悪は消えませんよ。ヘイトスピーチされる原因がそもそも憎悪されるようなことをやるわけだからね。今日の単身、朝日新聞、カナダ政府、日本人カップ女性カップルを難民認定、日本では同性愛者が迫害されてる、レズのカップルがカナダで難民認定されたっていう、朝日新聞ですけれども、日本で弾圧されてるからっていうことでね、ネットカナダの政府公式発表にそんなの載ってないけど、また嘘つき新聞が嘘ついた可能性大なんですけど、これもし真実だとしたら、カナダでは難民の個人情報や難民に認定した理由は非公開だそうなんですよ。朝日新聞はどうやってね、カナダ政府が秘匿してる情報、隠してる情報を入手したんだ、どうやってスパイしたんだっていうのを追及しないといけないですね。全く懲りずに第2第3の慰安婦徴用工を狙ってますね、これ。朝日新聞はあと数年で倒産しますんで、その時は皆さん祝杯あげましょう。その時までに健康を保ってですね、祝杯あげましょう、ぜひ。自民党の数少ない良心、高市さんのなりすまし LINE アカウント出現。高市さん、私が LINE やっとるわけねえだろうが、セキュリティクリアランス制度を成立させた立役者の高市さんが、まあ、使ってるわけないですね。50万件情報流出とか言ってるね。使ってたら高市さんの立ち寄り先をですね、容易に特定されて拉致誘拐の危険性が大なわけだしね、使ってて無事なバカ国会議員はですね、無能な小物でですね、誘拐したりハニトラかける価値がないバカどもだって話、あるいは出廷を拒否してる河野太郎みたいな初めからスパイで自主的に情報を中国共産党に差し出してるやつとかね、こいつは証言したくなくて出廷拒否してるんですけど、それだとね、不倫なんだって、名誉毀損裁判だと。やっぱ本人が法廷で涙ながらに、私はこんなに傷つきました、よよよってやった方がいいんだって。だからこいつ出ねえってなると、私勝つ可能性が高くなってきました。まあその可能性、低めても、河野太郎法廷に引きずり出したいんですけどね、私はね。多分テレビカメラバシャバシャ来んな。新聞社も来てバシャ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 。中共の犬って報道されますよね。だから法廷に引きずり出したいんですけども、出てこなければ出てこないで、河野太郎が不利になってですね、裁判官も、って、なってたし、本人出てこねえの、出てこねえ気なの、なってたし、私が勝つ可能性が大と。まあ、どっち転んでも、河野太郎、やらかしちゃったなぁ、って。春日部市役所に居座った、住所不定の男、20歳、逮捕。所持金ないため、市役所に泊まろうとしてですね、まあ、閉まる時間も居座ってたって、体調を促す職員に、お前らが何とかしろって言ったらしいです。なんでだよって。なんで市役所員が、こいつの泊まる場所を何とかしなくちゃいけないの。逮捕後、警察にはですね、俺は何も喋らないとか言ったみたいであります。お前ら何とかしろって何様なんだろうね、本当に。これ関わっちゃいけない気違いの部類ですかね。世も末だな。逮捕されてよかったじゃない。枕もなんもない畳の留置所泊まれてさ、これ名前出てないってことは不起訴になる可能性高いんですよ。だから気違いかなーって、思うんですけど、何にも喋らないって、お前はゴルゴ並みの重要人物なんのかと。こいつは本当恐ろしいやつですね。二十歳だって。どっから生まれてきたんだよ、こういうやつ。恐ろしいなー。チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとメール登院さんも大募集であります。デトックスジャパン。